感染病対策ということで柱の一つになるのが感染経路を断つということがあります。はい、であの一斉休校というのはこの感染経路を断つというその感染病対策の一つの柱に沿ったものだと思います。うん、まあそういういいこととで理にかなっていると 意外に考えます、うん、そして知事は教育委員会に向けて分散登校の要請というものがありました先生、この分散登校については現状、どうお考えでしょうか、えー、そうかそですねその分散登校をするその空間、これをしっかり確保しておくこと、はい、あすなわちあの人が集まって密集しない、はい、そういう空間をあのしっかりあの確保するということがあの重要だと。 あの思います、はい、で、そういうことができればいいと思いますこれですね、えー、具体的には先生に伺いましたが最低1メートルは離れた方がいいですよ、うん、ということですねそしてまそのためにやっぱり広い空間を確保しなければなりませんよねんで先生この換気なんですけれども目安としてはどれぐらいにすればいいってもんでしょうかそうですね北海道は寒いですから部屋の中をですね開けっぱなしにするということは非常に難しいと思いますが、はい、やはりあの やっぱりあるインターバルを持ってですね、あの窓を開けてあのでまあとにかく外気を取り入れる。 そういうのをできるだけ多くするという、うんうん、そういうことがあの必要になってくると思います。すみません一つよろしいですか。あの間隔を最低一メートル空けるということで、はいはい、まあ教室の使い方で机の並べ方で学校などはあの対処できるのかなという気もするんですが、例えばまあもっと小さい、えー、幼稚園保育園のような子どもたちっていうのは、うん、なかなかその間隔を空けて遊ぶというのは難しいですよね。どんな対策をしてったらいいと思いますか。うん もう大変あの難しいことだと思うんですがでこれもあの不可能かもしれませんがやはりあのできるだけあの分散をしていただくような空間をですねあの見つけるというようよな一つの教室というか部屋の中でもなるべく人数を分けてとか少なくして集めて遊ばせるということですか。らそういうい工夫が、うん 必要になってくると思います。うん、なるほど、はい、そしてあの週末にこういうことをしてもいいですか？という疑問も番組に視聴者の皆さんからたくさん寄せられています。ご紹介をしていきます。はい、まずはこちらです。引きこもり生活で体力を持て余しているので、近場で我が家の大好きなキャンプに行ってこようかなと思っています。といただきます、うん。はい、先生、キャンプどうでしょうか？そうですね。あの、北海道の場合は今ずいぶん寒いですので。うん、あの。 こういうい時期にですね、あの郊外であの夜を過ごすということはこれ大変なことだと思うんですがうん、うん、ただそういうことに慣れておられる家庭でしたら、うん、むしろあの人,が人を分散させるという意味ではですね、ウイルスに感染する機会を少なくするということでは、うん、ありま 悪いことではないと、うん、あのもしできれば、はい、ということなんですが、はい、自然にあの換気もできますからね。ねテントの中ですとね。うん、はい、続いてなんですが、こちらです。自動会館に勤務しています。7日から明日からですね。自動会館が開くので久しぶりに仕事です。下行きまして、教室と同じ広さの部屋に。 60人を超える子どもが来ることがあるので、うん、感染が心配です、ね、といただきました。うん、そうですね。先ほど森さんからも話いただきました。もうこの方は具体的に60人を超えるっていう数字が出てます。ズバリ先生、感染のリスク高い低いどうでしょう。いやそれはあの非常に高いです、ねで。あのそういうようなあの、えー、密集ということを防ぐために、うん、あの一つはあの、えー、学校をお休みにしている、はい、ようなことですからあのやはりこの 児童会館でできるだけですね部屋を分けるなりいろいろな工夫をされてですねとにかくあの、えー、そこに預かられる子どもさんがですね密集しない工夫を取っていただくしか方法がないいと思いますじゃあ休める環境にある方はまあその児童会館を利用しないで住む方法も考えつつどうしても児童会館に行かないといけないような子どもは、まあ、そういう。 なるべく環境を整えて預けるようにするっていうその分けることも大事ですね。はい まあ仕方ないもうしどうしても仕方ない預けるの仕方ないってなった場合、うん、まあ子どもにもそういうことを言っておくというだけでちょっと行動は変わるかもしれない0.1%でも可能性を下げていく何かをしていくっていくとうことですよねも親も考えさせられますよね判断していいいかななきゃけまだまだ先生に聞きたいことはたくさんあるんですけれども今日はお越ししいたただきました最後に先生、一言テレビをご覧の皆さんにこういうところ注意した方がいい、はい、ありましたらお願いします。そうですね やはりあの衛生の根幹は今回は手洗いだと思います、はい、ですからあの特に石鹸を使って、うん、まあ頻繁に手を洗っていただくというあのそれをで,す、ね、できるだけ長く続けていただきたい、うん、とといいうこと、うん、これだと思います先生も実際に一番されている対策というのは手洗いだと先ほど伺いましたので、うん、皆さんもぜひ、してください先生本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。